脇道にそれております。素晴らしいとこだな。はい、来ました来ました。朝一ループ橋ですね。あー気持ちいい。うん、灯台が見えた。うおー、夜明けじゃ。さあさあぐるりと回って、何回でもいいですよ回るのは。あ、1回で終わってしまいましたね。さあ潮の岬に行きましょう。すげえ、もうよそ見をしてると海に飛び込みそうだな。かあ、あーやばい、これは絶叫したくなりますね。あーキャンプ場だ、いいな、これはやばいね。おはようございます、アルパカです。今日はですね、和歌山県の2日目なんですけども、朝一潮の岬に来ております。潮の岬灯台はもうちょい向こうの方なんですが、さっき行ったら閉まってたんで、ここの見晴らしのいいところでボケーっとしております。すげえな。行きましょうか。この和歌山の海沿いもなんか場所によって全然海の見え方が違うらしくて、昨日民宿に泊まった時、釣り師のおっちゃんがそう言ってましたね。見どころはあるらしいんですが、もうちょいスケジュール取らないと回れませんね。まあこれから海沿いを走って北上しますね。本当は高野竜神スカイラインっていうところを走りたかったんですけど、残念ながらこの季節まだ通行止めになってまして、まあそれはまた次の機会ということで、まあ、ガンガン行きますね今日は。はい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 、最高だ、今日も最高。前方車なし、後方車なし。おお、有料道路は走りません。やばいねこのくねくね。どうですかこれ。うおっ、気持ちいいですね、朝一ワインディング。いや、本当この絶景を見ながらワインディングあんまないな、こういう道は。いや、いっぱいあるのかもしれないけど、今まで走ったことないですね、この海沿いのワインディングってのは。うわ気持ちいい。マジで見よう。セックス。いやーさっきまで本当もう地獄だったな。全然。お、なあこれ風強いんですかね。木が斜めってる。おお、これは少しテンション上がってきた。お、いや地獄だったなさっきの。
県国道42号線か。いや、渋滞はしてないんですけど、もう四輪で詰まっちゃってても拷問ですね。耐えた。拷問に耐えましたよ、うん、いや、このまま直進でしょ。直進ぶっちぎりよ。はい、なんでもってこれを左。はいはいはい、はい、はい、このまま24号線をガクンと、もうこのままぶっちぎりよ、ぶっちぎり。おお、いいじゃないですか。おお、来た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 。うん、いいね。セクシービーチだね、ここね。あー、やっと眠気も吹っ飛ぶ。最高だ。はい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 。あー、気持ちいい。おお、こう、こういうところ、こういうところ待ってたんですよ、ずーっと。ノー。さあ、やばい。いや、海の感じが全然潮岬の道路と違いますね。おー、たまんねえぜ。こらいいな。グレイト三浜町ってのがちょっと、わあ、すごい波打ちつけるんだろうな。アメリカ村。おお、アメリカ村っつうんだ、ここ。なるほど、メリケンハウス。今もまだメリケンっていうんだ。大衆食堂、いいなこれ。ナイスガイ。日の岬ね、ちょっと行ってみようか。ほら、やばいね。いやー、来たかやった。絶景道ですね、ここは。ワインディングしますよ、ワインディング。どこに連れてかれんだこれ。おお、いいじゃないですか。はいはいはい。おお、気持ちいい。いいところに来ましたよ。おお、もしかして、絶景だ。あら、なんか建物あるね。私有地だな、ここ。いやー、もうどこいんだかさっぱりわかんないですね。脇道にそれております。素晴らしいとこだな、ここ。まあ、和歌山の多分この辺りにいるんですよね。いや、誰もいねえ。静か。素晴らしいね。さて、行きますか。